はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でスターホースポケット、スターホースポケット始めていきましょう。プラスということで、今回から新章、新しい章になります。おはようございます。タノスカーレットに誰をさ、おめでとうございます。星野欠片ゲー日吉遥です。好きなものは可愛いものです。お、アーモンドアイガチャ。アーモンドアイ、あのジャパンカップで優秀の美飾りましたからね。そのアーモンドアイ、牝馬三冠ですね、言うまでもなく。まあ、もしかしたら最強牝馬どころか最強の中距離馬と言えるんじゃないでしょうかね、アーモンドアイは。ガチャがありますが、この辺は数農園で収穫できます。農園も行かないと。あ、間違えた、種付けじゃない。プレゼントが届いています。どんどんいい種袋植えていってもいいと思うんですよね。クエストを達成しました。メダルを、いいメダルどんどんゲットするので、あのここ農園に関しては、収穫してもいいですし、どんどん豪華な種袋を植えてもいいと思うんです。そういえば最近だったら豪華な種袋一択でしょうね。コインもすごくあるし、14戦できてるのか。ベストオーバー体重が476キロでしたよね。まずまずですね。まずまずですね。さあ、フレンドの中から選ぶと、これはダメです。種付け量。まずまずですね。まずまずですね。ビジョラモンこれはダメです。いい配合ですね。かもな。まずまずですね。まずまずですね。まずまずですね。実を選びたい。まずまずですね。いい配合ですね。赤いプリンセスも星さんだけどいいな。まずまずですね。星4以上がないから。まずまずですね。自分で所持してる馬って。いい配合ですね。マルペンサって一応つけたんじゃないかな。まずまずですね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 。こんな少なかったっけ？そっか、牝馬だと少なくなるのか。マルペンサ、まあ行ってみるか。レベルも75マックスですしね、問題ないでしょう。両親の能力をしっかり、パラメーターは瞬発力が高いって距離が長いのか。こちらのパラメーターが比較的長距離系なんで、結構長距離系が出ちゃうところですね。そうか、勝負根性もそんな高くなかったのか。厳しいな。また長距離系になってしまいますけど、さあ竹やぶを通って、お、赤になった。なんだろう。まあでもデビュー戦のオッズで見ればわかります。初めて見ますね、かわいい。気性が穏やかってことなんでしょうか。猫を乗せても動じない。おー、崖馬、赤がたくさん出ますね。
かもうつまらないですが、数馬か。肩の丸ペンサ、肩の丸ペンサ、肩の丸ペンサ。いいじゃないですか。肩の丸ペンサ。ウィンポの、あの馬より、ウィンポよりも発音がしっかりしてるのがいいですね。ウィンポ8よりも。ということでデビューです。頑張りましょう。ですよね。だから長距離しかないしね、この馬は。まあ、なので順当に2000円でデビューします。来た 1.0 倍。ただいまより投票受付を開始します。客室は差しですね。これもあの母親が瞬発力を重視するので妥当ではないでしょうか。ということで、デビュー戦2歳新馬戦です。一瞬静まり返る場内、さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。5番ナイルアワーが先手を取ります。そのうち1番ステラメイジ、ときめきハーバー、ちょっとかかり意味マリーパワー、その後ろでやりましょうか、もみじブレイブ、それからササハッピー、江戸の奇跡、これが10番パタノマルペンサ。一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。ウメール騎手12頭が第1コーナーに向かいます。そのうちからは4番ひらめきワンダー、2番アリーフェイク、ほとんど馬体が合っています。ガリバーギャップ、そしてその後ろからコンゴーストーン。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。5番ナイルアワーが先頭です。それからもう一頭ステラメイジ、それから離されましてときめきハーバー、そして4番手に11番モミジブレイブでやります。これを追って1番ステラメイジでやります。ちょっと離されまして9番ときめきハーバー、モミジブレイブ、そのうちにマリーパワー、そして外からはササハッピー、まあ、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のパタノマルペンサ。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。パタノマルペンサは6番手といったあたり。さあ先頭はステラメイジが今新リード、外から来た来た。パタノマルペンサ一気に襲いかかる。パタノマルペンサが襲いかかる。パタノマルペンサ完全にかわして先頭に立った。パタノマルペンサ新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビュー勝ちであります。なりました。まあ、サマシンさんなら悪くはないんじゃないでしょうか。他のマルペンさん勝利です。当然の結果ですね。だと1着おめでとうございます。では試練を与えましょう。勝てるといいですね。 1.6 倍。これでも一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。印もグリグリ。これ勝っちゃうな、この勢いだと。さあ500万か。一生クラスです。体制完了。これ一生クラスに変えないんだよね。ゲートが開いた。スタートの割に回りますが、5番ガロンフェデリコ、これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ。先行するのは何か。1番サバクタッチが先頭に立ちました。そしてその後ろから7番三日月ターン、そのうち4番チェリーボレット、それから8番ピラミッドスペシャル、そのうちからは3番ルイスドリーム、そして6番手にガロンフェデリコであります。それからもう1頭11番パタノマルペンサ、打ちを通ってラッツスペシャル。パタノマルペンサ、パタノマルペンサ一着、鮮やかに2連勝です。全然ダート、短距離関係なかったですね。ダートも結構いける口かもね。よく頑張りましたね。長橋さん、ダート悪くないですね。丸すごい。芝 1200m。いいですね。 1.7 倍。さすがにオープンクラスになると投票受付を開始します。
人気は下がるか。ゴールドベガスに一つ出資取られてますしね。不安はあります。ルメール安城さあ、12頭のゲテンが完了しました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。アイスシャーベットがかわしていきました。そして2番手に3番スノーオンザピーク、キャピトルヒル、差が開いて、アトラクトアクター、ビーツガーデン、今日も勝利をつかむか。カタノマルペンサとヌメール騎手、11番アクティアクトルス、その外からはジャンプアクロス。さあ一塊になりました。第4コーナーをカーブ、カタノマルペンサ大歓声を後押ししているぞ。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。カタノマルペンサものすごい足、スノーオンザピークが2番手、このまま粘れるか。アイスシャーベット、スノーオンザピークが差を詰めてきた。かわしたかわした、カタノマルペンサ1馬身リード、後ろからは何にも来ない。カタノマルペンサ圧勝。もう2着完走です。頑張りましたね。ほんとね。1着7番、いい感じですね。調教パートナーを指名しましょう。何かご用でしょうか。結構タフな馬、いい感じですね。ベスト馬体重ってもう出るんだ。476キロ、いい感じですね。いますね。嬉しそうですね。2000メートル以上でしょうね。春の天皇賞も行けるかも。私は差し馬が好きですね。ワクワクするレース展開じゃありませんか。マイナス6キロだとプラス2キロだけど、まずですね。いいですね。うれ、んうん、しそうですね。そろそろ出番かな。車配か。車配って微妙に距離が短いかも。でも出してみましょう。中が限られるんでね。内パク行って、北村騎手行ってみましょう。何かご用でしょうか。いいですね。さあオープンに上がって初のデビュー戦、共同通信杯どうか。ダービーとか狙いたいですね。うまくいけば距離が伸びる方が進化発揮できると思うので。一番人気ですよ。 2.2 倍一番人気。ただいまより投票受付を開始します。スワブリチャードとかムーブは知ってますね。ムーブザワールドってなんだろう。とエアウィンザー10頭だし、予想通りってなってますね。これはちょっと楽しみですね。共同通信杯です。ゲートイン終わりました。体制完了。
枠5番スタートを切りました。ジットなかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。9番サーベラーデ、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。内を通ってスルスルとムーブザワールドが上がっていきました。エトルディーニュ、2番大聖スターリー、外から1頭イブキ、そして6番手にウィンブライト、これが一番人気の5番カタノマルペンサであります。そしてその後ろから10番エアウィングザー、これと一緒にスワーブリチャード、ちょっと離されましてイングウィスパーズ。もう一度前から整理してみましょうか。ムーブザワールドが先頭です。そのうちに1番エトルディーニュ、サーベラージュ、内から1頭2番大聖スターリー、その外からは6番イブキ、まもなく欅を通り過ぎていきます。8番足毛の馬体ウィンブライトであります。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、青い帽子ムーブザワールドが先頭、ムーブザワールドが抜け出した。先頭トサキとムーブザワールド懸命に手を動かして、北村とパタノマルペンサ、ここで先頭に立った。エトルディーニュ、パタノマルペンサも追い込んできた。間を割って赤い帽子スワーブリチャードだ。スワーブリチャードも追い込んできた。このまま粘れるか。エトルディーニュ、パタノマルペンサ、ここで先頭に躍り出る。ここでは負けられない。パタノマルペンサ先頭、北村とパタノマルペンサ一着、パタノマルペンサ、これは噂にたがわない強さ。これは楽しみ。いきなり重賞勝ちました、カタノマルペンサ。当然の結果ですね。1着5番、2着レベルは3番、3着6番以上のように確定しました。それが長い方が有利っていうことですね。これはに日本ダービー結構期待できるんじゃないでしょうか。もういきなり次ダービーでもいいかもね。追い込み向きか、差しって言ってたような。どうでしょう。ケーキ投入してみるか。いい感じですね。ガンガン行きましょう。最初のうちはガンガン行かないとね。ということで、はい、いいですね。4月の1週か。次は皐月賞かな。早く距離適正が出るといいですね。加減と上限が知りたい。一箇所もおそらくいけると思うんで、充実期ちょっと成長のピークが早いのかな。気合い十分ですね。会話ってなってる。まあ会話でいいか。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。3歳にして完成ですか。結構早熟気味なのかもしれません。ということで、カタノマルペンサなかなか期待できるのではないでしょうか。これからもお楽しみに。クラシック戦線非常に楽しみです。三冠馬も夢じゃない。というわけで、もっと距離伸びて進化発揮できるので楽しみにしてください。以上、今回の動画でした。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。